はい、どうもアロマ男子のシーロです。今回はですね、僕の DVD をご購入していただき、どうもありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、一生懸命作ってきた商品ですので、はい、本当にこうやってね、皆さんが興味を持っていただいて、本当にね、注文していただいたのを本当に嬉しく思っています。で、まあ、予定としては、しては9月10日に発送させていただきますので、まあ、自分のところに着いたら、まずはですね、ダウンロードのテキストを、ね、ダウンロードしていただいて、手元に持ってるようにしてください。で、次の週の17日からですね、動画の方も僕たちが配信させていただきますので、もうね、買っただけじゃなくて、皆さんが目指すのは2級合格ですので、そちらに向けてね、はい、陽平さんも一緒に頑張っていきますので、どんどんね、勉強して2級目指して頑張っていきましょう。はい。でですね、早速もうね、陽平さんは勉強を始めてるんですけど、はい、まあ、このアロマテラピー検定公式テスト、テキスト2級、まあ、こちらが僕のそのね、テキストがこちらに沿って一応やらせていただいてますので、まあ、これをぜひね、ご購入していただいて、こちらをまず勉強していただきたいと思います。はい、で、やっぱりね、これだけでもいいんですけども、やっぱ問題形式をね、少し慣れていただきたいと思いますので、僕のおすすめのこの1回で受かるアロマテラピー検定1級2級って書いてあるんですけど、まあ、一応1級のやつもあるんですけど、ちゃんとね、2級の部分っていう風に分かれてますので、こちらの問題集ですね、こちらをやっていただいて、ちゃんと検定の、まあ、問題形式に慣れていただくっていうのが大事です。で、まあ、陽平さんもね、先ほどちょっとやってたんですけど、まあ、これをやるとね、どういった感じに問題が出るかとかが本当に分かりますので、あとはですね、分かってるつもりでもね、意外と解けない問題って結構難しいのも2級でもやっぱりありますので、まずね、しっかりこちらもやっていただきたいと思います。どうですか、アロマテラピー2級のこの問題を見て。僕の場合は先にこのテキストを、うん、見て勉強してたのと、はい、あと、田村君が作った、2級のマニュアル、うんうん、あれを先に見てたんで、ちょっとまあ、こう問題集見たんですけれども、あ、なるほどなと、あ、ここはこれだなっていうふうな、なんとなく分かるような感じ、うんうん、でも一番難しいのはやっぱり歴史が結構難しいんですよ。そうですね。結構うん、人物の名前とかでカタカナで覚えられなかったりとかするんで、うん、そこさえちゃんと覚えられれば受かるんじゃないかと自分では思ってるんですけれども、うん、はい、結構ね、皆さん、まあ、検定までね、うん、まあ、2級は比較的、まあ、取りやすい級かもしれないんですけども、意外と問題やってみるとね、あれ、これ何だったっけなっていうものがいっぱい出てきますので、はいはい、まあ、しっかりとね、油断しないで最後までテキストとマニュアル、そしてね、問題集をやっていただいて、もう陽平さんもだいぶ問題がね解けるようになってますのではい、はい、ちょっと歴史のところがねつまずいた部分、まあ、まだね9月なので、はい、まあ、あと2ヶ月ありますので、はいはい、もうしっかりやっていって、みんなでね、合格証書をこう持ってね、はい、やったぜっていうのね、僕のサイトでも紹介させていただきますので、はい、はい、じゃあどんどんね、勉強していってもらって、まあ、勉強だけじゃなくて、もう普段の生活でアロマテラピーを楽しめるようになっていただきたいと思いますので、まあ、楽しんでね、勉強していっていただきたいと思います。はい、ではですね、9月10日発送で、9月17日から動画のね、サポートをさせていただきますので、でね、これからが勝負になりますので、皆さん楽しんでやっていきましょう。